はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー、じゃあ続きをやっていきたいと思います。まずですね、ティナの、入手の仕方なんですけれども、ちょっと右上の方にメールが来てるんで、これをどうも開くみたいですね。全然見てなかったけど、配信開始記念キャンペーンの一番下に魔導キャンペーン特典。ここにティナがいますね。ティナをプレゼントします。受け取り済みになってんな。まあいいか。で、あとはここにもあるんで、ラピス100個で、もう日付が過ぎたので10月23日のラピスっすね。で、ラピスが200になったんで、また500貯まったらガチャ引いていきますか。なんでなんか召喚に1がついてんな。ああ、なんか所持枠ポイントっていうのがあるんで、ノーマル召喚ができるみたいっすね。まあ、せっかくなんでやりますか、じゃあ。ノーマル召喚。さあ、何が出る？ビヨーンと、なんか、色的にしょぼそうだな。まあ、ノーマル召喚っすかね。レアは1とか2でしょう、多分。トロン。これ、いるし。俺は一体、この身は伝説上のビジョンだというのか。俺の魔力が必要ならば使うがいい。これ、トロンとトロン合体できないの？一緒でしょ、だって。まあ、これは全然期待してないんで。いいっす。じゃあちょっとユニットも編成していきましょう。さっきクルルが手に入ったんで。クルルあれっすよね。FF5 のガラフの孫だか娘だかちょっとわかんないですけど。とにかくそのキャラっすよね。で、クルル入れて、で、ティナ、マドアマ入れて、よし、これで5人揃った。ユニット一覧。そう。かぶってるよな、こいつ。完全かぶってるけど。かぶったやつはどうすんだ？パワープロみたいに合体できないのかな？まあいいか。じゃあとりあえず今の編成はこれでいきたいと思います。じゃあちょっと待ちっすね。まあ待ちで戦闘が起きるのかはわかんないです。これも見ときますか。インフォメーション的なやつ。最新の情報はこちら。はあ、ははあ、そう、ラピスは今その20日間連続で100個ずつ、1日100個ですね。もらえるみたいなんで。まあガチャが最大で4回引けますね。まあ、星3だけだとちょっと悲しいんで、まあ、星5とは言わないけど、星4とかは1個くらい欲しいですね。じゃあ、ミトラの町。土の神殿と王都グランシェルトの間の静かで小さな町。王都から派遣された兵士たちが警備に当たっている。町の東側にある海には、岩礁が多く、熟達した漁師でなければ漁は難しい。いや別に量はしないだろう。どういうお話なんだ。もう毎回毎回言って申し訳ないですけど、まあちょっと後で調べてみますか。物語の概要自体は、なんか石が浮いてるな、下の方に。ミトラの町。変な若者がいる。その場で足踏みしてるけど。こいつは何をしてるんだ。動きがちょっととろいっすね、こいつら。見ていたぞ、あんたら。オチューを退治してくれたんだな。お前見てただけかよ。手伝ってくれよ。少し案内したいところがある。ついてきてくれるか。これは武器や武器工房？わしは、このミトラの町の鍛冶工房をまとめておるガイストだ。名前はごっついな。工房？工房ではレシピと素材があれば鍛冶やアビリティ生成、調合ができる。ああ、さっきの材料みたいなやつね、戦闘して手に入れた。オチューを倒してくれた例だ。自由に使ってくれ。作成について。まあ作成ができますと。レシピと素材アイテムとギルと時間が必要。で、ラピスを使用することによって、まあ、すぐに完成ができると。なるほどね。で、まあ、ラピスはただね、やっぱガチャを引きたいんで、あ、また最初に戻った。まあ、これは取っときましょう。練習用に武器のレシピと素材をやろう。後で試してみるといい。ブロンズナイフのレシピと、銅石を3つもらった。ブロンズナイフのレシピ、攻撃力プラス10。
ほんほんほん。作成時間5分か。ちょっと長いな。1分とかじゃできないんだ。一番最初だから、なんかすぐできるかなと思ったけど、そういうもんでもないです。親切な人だったな。何か裏があるんじゃないか？ああ、これで道中の戦いがぐっと楽になる。いや、何も作ってねえだろ、おめえらまだ。ここからはどうする？そうだな。ダルナキア洞窟を抜けるのが一番の近道だと思うんだが。なんだ。ひらめいたぞ。ゆっくり歩くなぁ。この石は。なんだこれは。空間が歪んでいるぞ。あ、ほんとだ。もやもやしてる。おお。消えた。これ目撃者がいたら神隠しだろ、完全に。うわ、神隠しにあった。二人組が。っていうか、街の人はさ、もやもやしたやつ見れないのかな？いまいちわからん。ここはどこだ？宇宙空間じゃないか。一応息はできるのか。なんだここは。そうか。わかった。これは夢だ。 マジかよ。 ラスベル、ちょっとお前の頬をつねるぞ。つねるなら自分の頬にしろ。お、これは。ここは異界。ビジョンの力を持つ者にさらなる試練と恩恵を与える場所。異界について。異界では次元の狭間から特殊なクエストに挑戦したり、強力なモンスターと戦うことができます。はあ。それだけ？それだけのために出てきたの？もう少し説明してくれてもいいんじゃないか？なんだ？異界が便利な場所なのは分かった。今ので？ 今ので便利な場所って分かったんだ。それ以外のことは全く分からないけどな。俺はその便利な場所すら分かんなかったぞ。まあ便利だから利用する。そんな感じでいいんじゃないか？あ、そんな感じでいいんだ。しかし、本当にお前はよく言えば前向き、悪く言えば適当だな。うん。まあ自分もそんな感じっすね。さあ、ひとまず元の世界に帰ろうぜ。異界は自由に行き来できるみたいだしな。そんな保証はどこにもないだろう。突然異界から戻れなくなったって、そんな可能性もあるだろう。街について。街には様々な施設があります。街メニュー、マップ切り替え。移動について。あ、移動ができるんだ。ほんほんほん。移動方法は複数あり、設定にある探索設定から他の場所、他の移動方法へ切り替えることもできます。まず街をうろつけと。なんか施設っぽいのがあるから、こっちへ行くか。こいつ、ちょっと話すの難しいな。おい、おい、この野郎。お兄さん、もしかして騎士？かっこいい。それだけか。この左上行ってみるか。鎧を着たやつがいる。異常ありません。ってかさ、お前のその鎧よこせ。こいつも兵士か。俺もいつか出世して王都で活躍してみせる。いや、このね、形がみんな一緒だから君には無理だよ。こいつとは軍の時同期なんですけど、いつも何かに愚痴ってるんです。この町を守るのも大切な仕事だと思うんですけどね。そうだな。そういうやつの方が出世しそうだな。あ、宝箱ある。あれ、ちょっとパクろう。どうやって取るんだ？こうか。ブロンズアーマー。よーし。取れるもんは取ってこう。お、ここにもアイテムがある。毒消し。なんかもう少し速く走れるみたいなのはないの？ち
ちょっと一つ一つの動作がね、鈍いっていうか、遅い感じがするんですよね。もう少しサク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 動いてくれてもいいんじゃないかなと思うけど、下の方になんかイベントが始まるような感じの吹き出しがあったけど、もうちょい探索してこう。まあ、お、チョコボだ。チョコボ屋さんがある。これは何だろう。てかさ、暗くない？なんで入った時、どこの施設も暗いんだけど。急にチョコボが逃げちゃってね。今は貸せないんだ。それでいいの？だってチョコボ使って商売してるんでしょ、こいつら。上に宝箱があるな、ここ。取りてー。あれ、こっちに出てきちゃった。ここはいいや。ん？こっから行けんのか？あ、行けないよね。これ壁だもんね。上か、そうすると。とりあえず俺に宝をよこせ。この宝は俺が有効活用してやろう。羽付き帽子。よし、防具だな。あとはそう、鍛冶屋行ってブロンズナイフちょっと作りましょう。クルルとか何も装備してねえかんな。あれ、こいつもなんか吹き出しがあるな。まあ、話すか。あんたらをグランシェルトの騎士と見込んで頼みがある。土の神殿に落ちているとある本を探してきてほしいんだ。なんでそんなとこに本が落っこってんだよ。その秘密の本だ。頼む、必要なものなんだ。あ、見つけても中は見るなよ。怪しい本なんじゃないか。クエストスタート。ブリザードのレシピ。まあ土の神殿にじゃあ行けばいいのかな、これは。なるほど。じゃあちょっと今回はこの土の神殿に行ってみましょう。で、鍛冶屋あとやるのは。暗、相変わらず暗いな、入り口は。何が欲しいんだい。え、欲しいってのにアイテム買うの。あ、これでギルをね、使うのね。今174ギルあるから、ブロードソードすら買えねえな。クルルに杖でも買ってあげようかな。あ、レシピも買えるんだ。でも売ってんじゃん、普通に。ここにあるのって全部売ってるよね。あ、でもレシピだと、あれか、安くいけるんだな。あ、ここ、さっきの鍛冶屋さんとは違うのか？奥に行ける場所があるな。こっちっすね。この扉。ああ、ここだ。ちょっと話すのが難しい。お前さんたちか、実は頼みたいことがあるんだ。ウルフの群れがいると。倒してきてくれないか。10体ぐらいでいい。アバウトだな。たった10体でいいの？ブロンズメイスのレシピ。なるほど、なるほど。いや、てか、そんなことよりさ、これどうやって鍛えんの？マッチメニュー。家事。これか。作成する。ブロンズナイフ。ブロンズで作られた探検。おー、なるほど、なるほど。じゃ、これ。作成すると。で、5分でできるのね。じゃ、クエストレポートで、秘密の本をちょっと探しに行きたいな。一回、マップ切り替えじゃなくて、メニューとかですぐ出れないのかな。メニュー。ここら辺じゃ行けないから、ちょっと歩いて外に出る感じで行くか。ほい。マップ。下は宿屋。え、ヒットポイントとか回復しないの？一つ終わったら。これで外に出れるでしょ。はい、戻ります。これは普通に土の神殿に行けばいいのかな？いやいや、そっちに行かないよ。狭間っていうのも行けんな。探索マップについて。クエストをすべてクリアすると探索マップが出現することがあります。ニューと出たら確認してみましょう。移動中に一定の確率でモンスターが出現します。そういうシステムなんだ。
ボスを倒すか出口から出ることで終了となります。ほんほんほん。まあちょっと先にこっち土の神殿、消費体力はゼロ。あ、探索マップっていうのが自分で探索をすると、で同行してくれる人は、わあなんか強そうな人がいるな。このチッコンとかシャルロットだっけ、俺 FF11 やってない。あ、クルルがいる。クルル俺持ってるこれマッシュじゃん。いいなあ、欲しいなあ。ここら辺は全部レインだな。誰連れてこっかな。まあ、クルルは持ってるから、シャントとかシャルロットじゃねえや。これ誰、アンゼルムとか知らないな。ベディールとか、まあ、知ってるキャラがいいんで、じゃあごっついマッシュを連れてきましょう。ヒットポイント818もあるからな。出発する。ポーションがないな。一個も持ってない。買ってくればよかったかな。まあいいか、とりあえず出発しましょう。探索マップか、うろつく感じだな。そうするとで変な本を見つけると、目標はちょっと怪しげな本。探索マップは少しめんどくさいな。もう少しサクッとやりたい気もするけど、あそこになんか光ってんのがあったぞ。右側上にも宝箱を発見。あ、ここにもある。ポーションやった。これってすぐ使えるのかな。持ってってないけど、こうなんかさ全体的に暗いよね、施設の中。おお、敵が出てきた。まあこれは全員攻撃粒子をとりあえず OKOK。 マッシュかオーラを放ってるな。金の卵とかに手に入れた。なんか名前だけ聞くとすげえ良さそうなものだけど。お、ブロードソード。そら装備したいな、装備。ラスウェルとか何装備してんのこいつ。ブロードソード、じゃあこいつは大丈夫と。戻れん。でレインはこいつもブロードソードと。魔導兵器キナは何も装備してない。何装備できんのこれ。あれ、装備のあれがわからん。あ、剣マークがついてるから剣装備できるんじゃない。ここじゃ装備できないのかな。もう入っちゃったら、まあしょうがない。とりあえずこのまま探索するか。ちょっと上の方を見つつ、あの宝箱を取ろう。毒消し、なんか右の方に光ってんのがありましたよね、さっき。あ、宝箱発見。ちょっとこれを見逃さないように。秘密の本なんだ、ここに入ってんじゃん。まああともうちょっと探索してから出ますか。これこれこれ、その前に敵か。まあ集中的にボコるか。全然わからん誰が何ダメージ与えてんのか、マッシュの強さがさっぱりわからん。これ何、おお、いっぱい手に入れた。すげえすげえすげえ、素材がいっぱい落っこってた。なぜこんなところに。ボスはいないかな。そうすると一応全部ぐるっと一周し、お、なんか色が違う宝箱。君たちでは相手にならん。うわー、一ターンで倒せなかったか。噛みつく。28、まあ、マッシュを狙ってくれればね、全然サブキャラなんで。クルル赤魔導士って言ってたかな。そういえばケアル覚えないのかな。ちょっと回復重要そうだ。鍵がかかっているようだ。マジか。
鍵なんて持ってないよ。そのまま宝箱ごとさ持って帰ればいいじゃん。で街でゆっくりさ壊す、壊して開ける、無理やり窓ワーマーで開ければいいじゃん絶対開けられるでしょう。中のものも壊れちゃうかね。そうすると虹色の針か。さて何か敵の気配がする。先に進みますか。ちょっと待って、なんか左と左っていうかあそこになんかあるのに先に進まないといけないのかな。まずこっちを見て、何もないから、じゃあ先に進みますか。ボスってこと？ボスの前に普通に敵が出た。またウェアラットか。残るな、ヒットポイントが。ちょっと2回攻撃してる。これなんか殴って上からなんていうの、また殴りつけるみたいな。よし行くぜ。はい、ゆっくり進むな。何かが近づいてくる。ベルモーダ。リミット溜まってるんで、これもこれを使う。でレインもリミット溜まってるんでこれを使う。トロンもダークネスで、クルルも、あ、味方全体にリジェネか。だったらちょっとサンダーにしとこう。まず攻撃。ティナはレーザーブラスター。マッシュは溜まってない。爆裂剣、防御、虫ダメージ、これでいこう。でこれを一斉に攻撃すると。おら、いけいけいけ。なんだかわからんが強い。ダークネスあたりがなんかすっげえ弱かった気がするな。なんか瞬殺だな。この戦い方で良かったのか。戦闘に勝利した。このまま探索を続けますか。あ、まあ続けますよ。だって宝箱とか普通に近くにあるし。ポーション、これも素材でしょ。だってそりゃ取ってから帰るよ。 OK で、なんか謎の本を手に入れたから、勝手に報告してくれるのかな、それとも自分で報告に行かないといけないのかな。次へと。まあレベルの上がったやつはいない。おお、なるほどね。ここで最終的に手に入れたよと、そういうことね。でフレンド申請はまあいいでしょう別に。 OK。あ、多分これ自分で報告しに行かないとダメかな。ミトラの町へ行きましょう。よし、本を手に入れたぞ。てかさ、これさ、覚えてないとダメじゃん、その依頼主的なやつを。いっぱい受けちゃうと分かんなくなりそうだな。こっちだよね。まさか、秘密の本が見つかったのか。秘密の本を渡しますか。いいえ。終わりかよ。まあ渡しましょう。ふむふむ、これはなかなか。おっと、あんたを信じて正解だったみたいなこと言ってたな。そいつはこの前拾ったんだって。何、拾い物を報酬として俺によこしたのかてめえは。でも俺には使い方がわからなくてさ。礼になってるといいけど、ありがとな。まあ今回は確かに礼になってたからいいけど、拾いもんをお礼にするっていうのはどうかと思うぞ。でしかも俺はいらないからお前にあげるよみたいな、そんなノリでしょ。はい、というところで、じゃあ秘密の本を手に入れましたので、まあ次回はまた別のミッションをやっていこうと思いますので、今回はこれで終了します。